ゴーカーチャンネル。ではボルボ V40 の D4 インスクリプション、実際に試乗をしてみたいと思います。でこのボルボのディーゼルエンジンはみんな同じエンジンが乗っておりまして、 S60、V60、それから XC60、 新しい XC60 も同じタイプのものなんですが、直列4気筒の2リッターディーゼルエンジンにターボで加給をするということで、最高出力が190馬力、もう結構びっくりしますよね。190馬力で最大トルクが、これも驚くんですが、400ニュートンメートルを発生します。で、400ニュートンメートルっていうのはガソリンエンジンでいうともう4リッター並みの、トルクを発生するというので、かなり大きいトルクを持っているのに驚かされますね。で、この車の場合はかなりコンパクトな車なんですね。ボルボの中では一番小さい車で、まあ、いわゆる C セグメントというセグメントに位置する車です。他のメーカーでいうとフォルクスワーゲンのゴルフ、それから BMW の1シリーズ、メルセデスベンツの A クラス、アウディの A3、プジョーの308などですね、大変競合がひしめいているところなんですけれども、まさにまあその中で一番強敵であるですね、フォルクスワーゲンのゴルフをなんとか打ち負かそうということでこの V40、出てきたわけなんですね。それが2013年のことでした。でまあ実際にこのディーゼルエンジン、実は今回このディーゼルの V40、 私結構長距離乗るチャンスがありまして、いろいろ乗ってみて、味わった点を、皆さんにぜひレポートしたいなということで今回この撮影に臨んでいるわけなんですが、実は私、まあ、このゴーカーチャンネルでもちょこちょこお話ししているのでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私実際今 V60 のクロスカントリーという車に、私の自分の車として乗っています。でそれもディーゼルエンジンの車で、実はエンジンはこの車と全く同じなんですね。190馬力の D4 というエンジンを搭載してるんですが、まあその V60 のクロスカントリーというこの V40 よりも一回り、そして一セグメント大きい車と比べて実際どうかというと、やっぱりこの車に乗せたらですね、軽い分っていうのもあるんでしょうか、かなりハイパワーというかハイパフォーマンスモデルのような印象が強いですね。パッと見は普通の V40 と何ら変わりないんですが、乗ってみると結構なスポーツモデルかなと思うほど、力強さ感とスポーティー性を、兼ね備えています。でこの発進の時はですね、アクセルを、まあ、普通に踏む程度ではそれほど感じないんですが、例えばアクセルをグッと踏んだ時の加速感ですね、例えばこの時の、こう体の持ってきかされ方とか、こういうのはですね、まあ、V60 でも十分速いんですが、この V40 だとより、大きいような印象を感じることができますね。で、このインスクリプションというグレードは上級モデルなので、もう装備系に関しては本当にこう C セグメントの中ではかなりこう魅力的な、一つ相当こう充実した装備のような印象ではあるんですが、これに装着されるホイールがですね、17インチなんですね。225の45の17だったと思うんですが、このタイヤがちょっと、まあ、私の乗っている V60 などに比べると硬さを感じる。でこれもですね、まあ、いろいろ乗り何回か乗ってみてですね、感じるのは、割と大きいギャップを超えるときはそれほど気にならないです。なかなかいい乗り味だなと思うんですが、微小突起がこう続くようなときにですね、ちょっとこう、今のようなこうざらついたようなところとかですと、ちょっとこう足がバタつくような印象があって、これはもう1インチホイールを
小さくしたいな、16インチぐらいのホイールが乗り味はちょうどいいのではないかなというような、印象がありますね。で、まあそのこの D4 エンジンっていうのはその190馬力で、実は本国へ行くと、ディーゼルも3種類あって、 D2 っていうのが120馬力で、次 D3 っていうのが150馬力なんですね。そして D4 っていうのが190馬力なんですが、この V40 には D4 よりも D3、 ひょっとしたら D2 ぐらいでもちょうどいいくらいかもしれないなという印象があるんですね。で、この D3 とかが日本に入ってくるとより嬉しいなというふうに個人的には思うんですが、どっちかっていうとこの D4 っていうのはスポーティー性を強めたエンジンで、この V40 をスポーティーに走らせようという意図がひょっとしたらあるのかもしれません。豪華チャンネル、今アイドリングストップをしています。で、これもまめにアイドリングストップをしましてね、なかなか振動などは、まあ、ディーゼルの中ではこう滑らかに ストールもしますし、再始動もすると思うんですが、まあ、ガソリンエンジンに比べるとどうしても多少の振動は感じる部分はありますね。で、組み合わされるトランスミッションは8速の、これは日本の愛信 AW 製の、オートマチックで、これはもう私も今 V60 のクロスカントリーで乗っていますが、もうどんどんですね、高いギアに入っていって、ディーゼルエンジンの低回転での美味しいトルクの部分を取ろうということがよくわかります。ですから本当にこうエンジン回転をそれほど高める必要がないので、この車静かなんですね。で、今はオーディオをつけてないので、エンジン音はしっかり聞こえてきますけれども、クルージングで音楽を聴きながら乗っている分にはもうほとんどこのディーゼルの、不愉快な音っていうのは気になりません。こういったところは非常にいいかなと思います。で、今これノーマルのモードで走っているんですが、このセンターコンソールのところにエコプラスっていうスイッチがあります。で、これをポンと押します。で、これを押すとここがこうグリーンに光りまして、何が変わるかっていうと、まずアクセルのレスポンスが穏やかになります。で、よくあるのはエコモードにするともうかったるくて仕方がないなという車があるんですが、このボルボの車に関してはですね、それほどこうストレス感を感じない程度のエコになりまして、私は実は V60 のクロスカントリーでは乗ったらほぼこのエコプラスモードにしたまま乗ってて、何ら不満がないもんですから、これで乗ってるんですけれども、これでこの V40 も十分気持ちよく街を流れます。で、もう一つ大きな違いは、アクセルをパッとこう離しますと、コースティングモードに入りまして、Dレンジに入れていても惰性で走るときにはトランスミッションがニュートラルに入ります。入りますというかニュートラル状態になります。そうすることでエンジン回転を抑えることができるんですね。今ちょっとここの実は液晶のメーターが3種類変えることができまして、大きいタコメーターに今していましたけれども、じゃあちょっとここで実演をしてみますね。エコープラスをオフにした状態で、だいたい60キロぐらいでアクセルを離します。それでもエンジン回転は1200〜1300回転のところを指しています。で、これを同じ60キロぐらいでエコプラスを押します。そしてアクセルをパッと離します。そうしますと、ちょっとここは今下り坂なので、ちょっと同じ平坦路に入ってぐらいにしてみましょうか。平坦路で走ったぐらいになってから同じことをやってみましょう。この辺が平坦路になってまして、ここでアクセルをパッと離します。踏んでからパッと離します。そうしますと今、60キロ前後なんですが、エンジン回転が1000回転を割っています。これまさにニュートラル状態に走っている、走っていますから抵抗が少ないんですね。エンジンブレーキの抵抗が少なくなりますから、長い下り坂、緩い下り坂を走っている時などは、こうしておけばですね、本当にこう、ロスが少ないような印象で、私はこれがとてもなんか得をしているような印象があって、気に入って使っている時が多いですね。で、まあ、先ほども言いましたけれども、このメーターのデザインは3種類、エレガンス、エコ、パフォーマンスという風な3種類から選ぶことができまして、エコというモードにしますと、左側のメーターがエコガイドになりまして、今こういう、その経済運転をしてますよという、知らせというかゲージが出るようになっています。アクセルを強く踏むと一気にこのエコガイドっていうのが下の方に下がりまして、今あまり、経済的な運転をしてませんよと
いうような表示をするようになります。で、もう一個エコプラスで大きな違いは、間もなく止まるんですけれども、はい、実はまだ止まってないんです。でもエンジンはストールしたんです。時速7キロ以下になると、すでにエンジンをストールさせるという機能がついています。ですから、下り坂などで、わりかし早めにですね、7キロ、以下になると、エンジンをストールさせたまま、ちょっと前の方に進んでいけるというような、まあ、どれぐらいそれで燃料の節約ができるかどうかは知りませんが、まあ、そういうところでも、エコプラスの機能っていうのは、さらについてくると、こういうわけです。はい、車の豆知識をご紹介する車豆のコーナーです。今回は私の隣に、フィアットの500、まあ、イタリア語風に言うとチンクエチェントがありますけれども、今エンジンを実はわざとかけているんですが、今回はこの車のエンジンについてちょっと簡単に、まあ、ご説明というほどではないんですが、紹介したいと思うんですけれども、まあ、エンジンはですね、今低燃費というものがかなり叫ばれている中で小排気量化が進んでいます。で、大きいエンジン、例えば V6 の3リッターのよう なエンジンをですね搭載していたような車は、直列4気筒の2リッターにターボをつけて、パワーと低燃費を両立するというようなダウンサイジングエンジンというものがたくさん出てきているんですが、このフィアット500でさえ、もともと小さい車なんですがダウンサイジングを図ったという一例なんですね。で、このフィアット500には当初一番最初出た時には 1.2 リッターと 1.4 リッターがございました。で、 1.4 リッターのものをダウンサイジングしようということで、実はこの車 900cc、 もっと細かく言うと 875cc だったと思いますけれども、 875cc にターボで加給をするというエンジンになっています。で、ただ排気量を下げたのではなくて、驚くところはですね、シリンダーの数まで減らしちゃったっていうのが一つ面白いところなんです。今までの 1.4 リッターの方は4気筒だったんですが、それの半分2気筒にしてしまって、このエンジンを成立させました。外から見る分にあまり2気筒のような感じはこのカバーで隠れちゃってるんで分かりにくいんですけれども、2気筒でターボでというような形で、まあ、いかにもこの2気筒の、ビート音ですね、独特のビート音がやっぱりこのエンジンの特徴だと思います。実際に乗ってみるとなかなかこのエンジン、イタリア車らしく楽しいエンジンですね。エンジンを小さくしてもこういうその最新テクノロジーを使いながらも懐かしさを感じさせるという、なかなかユニークなエンジンがこのツインエアです。